Yeah, so hello guys, and welcome back to another part of Eternal City. Basically, if you watch the last few parts, if you do all the things correctly, you will save Antoneva, and I'm gonna show you what's gonna happen. Okay? So here is the cutscene where Antoneva is saved. You will see something like that after you arrive at day 2. So let's go!君は本当におバカさんね。おはよう。ウェンズーと一杯飲みに行けるぐらい良くなった。頼もしいわね、君。逆にちょっと頼もしすぎかも。君はなんであんなに必死に私を助けたのかしら。さ、もう一回言ってみなさい。私がいなくなったらどうするの？ダメ、もう一回。違うわ、もう一回。やっぱり正直にはなれないようね。And then suddenly this happens. I'm surprised as well. はい、ご褒美はここまで。昨日の夜から休んでないんでしょ？帰って着替えて今日を戦う準備をしなさい。ずっとベッドで寝込んでたから体を動かさないと頭まで鈍くなっちゃうわ。私もそろそろ次の戦いに備えて準備しないと。どうなるか楽しみにしてて。I wonder if the CG is different if I'm a girl commander. So she's giving a talk like a politician.ヒーローが中央庁から去って3日が経ちました。この3日間、街の中での変化、皆さんもすでにお気づきでしょう。モンスターが減るどころか、ブラックゲートも一向に消えず、各エリアでの死傷者数が増える一方でした。その原因をこれから説明させていただきます。私もヒーローによって公表された情報を見ました。頻繁に国務に触れると体が進化するという噂も、それから一般人でも人気使いになれるという噂も事実だと認めます。何せ我々ももともと普通の人間でしたから、今のような乱世を生き抜くため皆さんが強くなりたいというお気持ちも痛いほどよくわかります。ですがヒーローは一点重要な事実を皆さんにお伝えしていませんでした。それは全ての人気使いはモンスターになる可能性があるということです。人気使いの身体構造はもう人間とは異なります。
人気使いは異界の影響を受け、半分が人間、半分がモンスターのような存在です。もし我々の体内に流れるエネルギーが暴走すれば、理性を失いモンスター化してしまいます。そんな話聞いたことがないぞ。内部には以前より規定があり、そういう状況に陥った際は他のメンバーが直ちにそのモンスターを始末しなくてはならないと定められていました。一つ皆さんに保証します。中央庁はこれからもブラックゲートを破壊し続け、モンスターを消滅させていきます。そしてこの壊滅の宿命に立ち向かうチームへの新たなメンバーの追加は検討していません。これ以上この悲劇の運命を背負う仲間を増やしたくないためです。And some more free opies for me. いいえ、まだまだだわ。肝心なのはこれからよ。今日から中央庁はブラックゲートの核の回収を優先します。私が伝送箱舟を使って皆さんをヒーローが支配しているエリアまで直接送ります。ルートを開くために例のエリアの空間ビーコンが不可欠なの。隊長、君は情報システムを利用してそのビーコンスポットの情報を獲得してほしい。お願いね。Basically, you can have something like an air support. You just give your intel points and they will find the location. And then you just drop to that area and then fight. 紳士、アントネーワよ。君、リラックスして。私の前で堅苦しくしなくてもいいのよ。Finally, after 13 weeks of this game, I finally got her.And you also occupy her after you save her. And you get to open the first tie fragment. And your PDA also updates. Basically you're saying, you save Antoneva and you're gonna save the world. And yeah, it shows you.You are cleared Antoneva. I don't know how, but yeah, that's how it works. So we can now launch air support now. And after you launch the air support, she will like have this kind of dialogue. There are only three places you need to take aim at.So let's move on to day one and see what happens. Of course, you can still handle the assault district. Instead of Kachigo getting into your bedroom this time, it won't be her this time.人数の人気使いたちを同時に支援できるなんて、君も相当力をつけたわね。無理しない方がいいわよ。昨夜も結構疲れたし、ちょっと休憩したら。 I don't think so. I can rest after I finished this day and the final battle.原力濃度異常上昇中。上空に大型結界展開。君が大丈夫なら私も大丈夫よ。このブラックゲートは非常に強力よ。箱舟で近づきましょう。油断は禁物よ。
And this dialogue is pretty the same, so you can skip it. And we'll meet up here. 本当に久しぶりだね、アントネイル。そして隊長。Yeah, the dialogue is pretty the same, so if you check it back, you just see the same thing. 君のような弱者がアントネーヴァを取り戻せるとは思ってもみなかったよ。やはり奇跡は弱者を悲喜するみたいだね。用意してくれたプレゼントは確かに受け取った。だから君たちにお返しをしなきゃと思ってね。空を見たまえ。これを普通のブラックゲートだとは思わないでほしい。あれは異界の一部だ。まだ誕生したばかりだが、これからどんどん大きくなって世界全体を飲み込めるまで成長する。その時我々は門の向こう側に行き、新世界の誕生をこの目で見られるのだ。また嘘をつきましたね、ヒーローさん。ほう、私たちは新世界の誕生なんて見ることはできません。そもそもあなたが言う新世界というものは存在しないのですから。あなたはこの世界を滅ぼしたいだけです。あなたの行動から、あなたのその目からはこの世界への憎しみしか感じられません。でもなぜヌルのためでしょうか。黙れ。なぜわからないのですか。夢から覚めてください。この巨大なブラックゲートはこの世界を飲み込むだけです。たとえリビングデッドになっても向こうでは生き残れません。確かに普通のリビングデッドのままなら無理だろう。だが私の新作を見たまえ。あら、ようやく私たちのことを思い出したのね、ヒーロー様。喋れるリビングデッド。モンスターを見つめるような眼差しね。羨ましい。自分という存在を失わず意識を保ったままここまで強くなれるのよ。しかも永久に。これからずっとヒーロー様のそばにいられ。私は数え切れない廃棄物を生み出してきた。このブラックゲートが降臨する前に新種のリビングデッドの開発を成功させたのだ。人間を弱者呼ばわりするなんて許さない。絶対に許さないわ。 And here comes the battle selection. Better not abandon this quest because yeah, it's crucial. 任務を遂行。 Crucial in a way that it affects your ending, I guess.ヒーローの周りには4人のリビングデッド化した人気使いの守衛がいる。彼らはみんな強い。今の私たちには同時にその4人を倒すのは無理。でも隊長であるヒーロー自身の戦闘力はすごく低い。守衛たちを避けて直接ヒーローを攻撃できたらいいんだけど。 All right, I'm down. So you have monsterMake sure it's not triggered the white area, the yellow area, because that's their vision. And then every time you shoot heroes, he will like stun you and then make other vehicles attack you. And now I have two people on the back. Yo. And I'm here for no reason, but fair enough. I think the two of them are chasing me now.Why are you running?
ご褒美だよ。Yep, this time I'm lucky. It took two shots for Hiro to get down. Because, like, basically he needs three. Yoku も私をここまで追い詰めてくれたな。だが、リビングデッドになったものは元に戻れない。開かれたブラックゲートも二度と閉じることはない。全てが滅び去るまで、わずか一日しか残っていない。君は何も変えられないんだ。もう？いや違う。それは私が決めた時間なのだよ。私が決めた滅亡の日なの。おお、そうか。君はそれを見てしまったのか。だから彼女は私を捨てた。まさか。最後に彼女に利用されるとは計算違いだったな。ではここで待ち続けてもいいな。And then he got a gun. He's got a gun. よく見たまえ。私は死なない。Gunshot emitter, so it's child friendly. It's kind of funny, like they omit gunshots.But they let you see the gore in the game. And after you won the battle, he will give back the black kids from both places. She's coming for us. いなくなった気配が感じられない。ヒーロー死んだの。とにかく。海湾測定の空間ビートを見つけた。よくやったわ。Some places clear. では。ここからは任せといて。剣山。あなたがいたから勝てた。これで海湾測定も味方になるわ。 That's one down, two to go. While we're at it, I'll get the black call for the research institute and get more intel points to resolve Harbor Bay. So yeah.I can basically raid all the places now. 港区の空間ビーコンを見つけたの？よ、ではここからは任せといて。So,
If you have the airsupport, you just like need to fight the bosses. Just go fight the bosses and it doesn't consume 1 hour. It doesn't take the time, so just go do it. And in Harbor Bay, we have to fight a series of monsters. With this time, Kunio is helping us. So that's 3 places, and the BCs are all collected. So with the spare time you have, you can just loiter around the city, just do absolute nothing in the city. Just use up your time for the final battle, okay? And yeah, your PDA also updates with a different kind of entry. Yep, I did it. And it's celebration time. Could you see the difference in this picture from last time? Antoneva is being there, okay? So yeah, that concludes of my playthrough of Deep Blue Star so far. So I'll continue the final part in the next part. So I'll see you. Goodbye.